ではお次は2ゲーム我らが優勝のタマさんいっちゃってくま。はい、ということでタマヤ担当教科は世界史です。みんな世界史は自信あるかな。ないです。あります。まあ、まあまあまあ自信がある方もいらっしゃるということで早速ね、はい、テストの方返却していきますか。はい、じゃあまず第1問目からみんなの答えを見ていきましょう。はい、はい、問1問目、四大文明はエジプト、メソポタミア、インダスとあと一つはという問題でした。これむずいよ。こちらですね、ちょっと、うん、全然覚えてなかった全然わかんなかった。これマジか。うん、マジか。マジか。合ってたってこと分かんないのに。これね、実はね、一、うん、人だけ惜しい人がいました。あ、マジで？地震に気おるか。地震に気おるか。誰もいないんだよな。いなさそうなんだよね。誰もいないんだよ。なんでいないんだよ。ニアミスしてるやつがいるはずなんだけど、この中に。じゃあもうサクサクっと発表していきますかね。3人揃って、はい、ちょっとまずね、まずね、君たちさーっていう、うん、まずちょっと君さーっていう答えがこれです。ショウキクさん、メンダスって何？メンダス、メンダスの友達かなんか。メンダスと勘違いしてんのか。メンダス、目がついてんだよ。目が一文字目、はい、答え。そう、そっからが出なかったな。ちなみにこれはニアピンじゃ全然もうバッチですね。でやね。あ、当然ながらば。ちなみに、うん、次こちらなんですけど、こちら回答なんですけど、はい、あのジャガイモ食べたかったのかなって。いや、そう。え、でもなんかぽい。あ、インインカ、なんだっけ、インカの水蛇じゃなくて、なんだっけ、インカの目覚め。それロンカ。あ、それだ。インカの目覚め。違ったわ。だからジャガイモ食いたかったん、お腹空いたんかなってやつで、でこれがですね、惜しかったんですよ最後。ほう。え、ミネさん。はい。これ、あの正確には黄河文明なんですよ。あ、うん、で、みなさん黄河だけ答えてたので、三角ということで10点だけ。うっ、差し上げます。いや、でも、すごい。そう、メソポタミア、メソポタミア、だけ、インダス黄河、うん、だけ。いや、なんかね、もう一個もね、カタカナな気してたわ。いや、カタカナだと思ってた。ここの授業だけ起きてたの。ここだけ起きてたの。うん、なんかあんま自信ないみたいに言ってて裏切りが激しい。違う違う違う、じゃあ本当にこれだけ終わりです。なるほどなるほど。ということでね、まさかのなんか第1問目からちょっと先生不安で頭を抱えるという結果になってます。いやいや、こっからこっから、うん、メンダスはマジで何なん、どっから来たみたいな。メンダスなんかメソポタミアとインダス合体してんじゃんみたいな感じなんだよね。いや、目がついてたんだよな完全に。インダスの意と目を取り替えただけじゃねえかよみたいな回答。ちょっとね、ちょっと先生チェックしました。うん、面白くはあるな。面白くはある。プラス点じゃあ、ないないない。じゃあ第2問、はい、1492年にアメリカ大陸を発見した人。これもね、あの結構、うん、ボーナスポイントというか、まあ分かりやすいかなと思ったんですけれど、うん、もう一人ですね、なんか誰っていう答えをしてきてはいまして。知らない人出てきた。知らない人出てきた。ポー誰誰、クロアリアポー、そういうこと。いや、あのね、ポーがつく名前だったと思ったんだけど、あ、ポー、うん、そう、ポーしか出てこなかったんだよ。ポーポー出てきたの。ポーポーどっから来た。ポーしかちょっと出なかったから、ごめんってことで、これは。なるほど。ちょっとね、頭抱えたその2でしたね。もうその2。ちなみに、カイハさんとミネさんは正解。コロンブスですね。正解は。マジで？カンニングしたやろ。もうこれはね、FGO とかやってれば多分ピンとくるんじゃないでしょうかね。裏切りだよ。答え見てたら1問目間違いないんだよな。ペリーじゃなくてよかった。そうなんだよね。開国してくださいなってた。じゃあね、ボーナス問題はですね、こちら、うん、問3番。これはね、全員正解でした、さすがに。やったー。さすがにね。え、ほんと？オールマリアにしなかったくまよ。オールマリアにはしないだろうね。あれはね、オールマリアって言わないんですよ。万里の長城っていう。イエーイ。
丸にはしてあげられないけど三角はあげますわ。ちょっと、ま、一文字間違えてちょっと順番逆だけど、まあまあ、うどういうこと。言いたいことは伝わったと思う。里丸の白丸とかにしたってこと。ミネさんはねこう答えましたね。はい、はい、ちょっと全然違うんじゃないか。いやいやいや、バンニまで合ってるからじゃ、バンニまで合ってるからいいかなって、じゃないとちょっとね、あの厳しいと。まあまあまあ、はい、ということでね、はい、では次4問目、うんうん、これちょっともしかしたら難しかったかもしれない。難しかった4問目。はい、こちら1914年サラエボ事件を発端に起こった帝国主義戦争は、うん、知らん。なんかもうここまで出てるって感じだった。もう ここまでどこも出てこなかった、うん、いや皆さんの答えはもうねちょっともうドンとやっていきましょうかな。これは先に言ってしまうと全員不正解だったので、うん、いやどんなバリエーションが出てるのかっていうのをね一覧でドンって見て、うん、まあ見ていただきましょうと。もう笑えると、味がさらされるんだよな。はい、ドン。こんな感じでしたね。全員不正解。サラダボール戦争。サラダボール戦争になってはなんだこれっていう。あのサラエボ、サラエボ、サラダボール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 。第一次。ちなみに正解は第一次世界大戦です。ああよね。はい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 、え答え次の問題に実は載ってるんですよ。いやいや悩んだ。ロイヤ戦争に至ってはもっとあの1900とかいうレベルじゃないよ。トロイの木馬が見えてしまいます。あのカヤワさんが見てるトロイの木馬ってそれ戦争に使われた方じゃなくってさコンピューターウイルスの方じゃねえのか。戦争じゃないかやつなんだよな。第一次チラッと見えてたんだけどな。マジか。いやまさか答えが入ってると思わなかったかも。なんかサラエボ事件で、うん、第一次かって思ったんだけど帝国主義戦争っていうとこで限定的なとこかと思っちゃった。あそこら辺も考えてのね引っ掛けですよ、ね、これは悔しいこれ。全然わからないな。ということで全員不正解でした。サラダボールに至ってはどっから出てきた感がすごいですね。サラダボールはどっか転がってたんやろうな。でなんかもう野菜のサラダに入れるのはそうそうそう、レタス派かキャベツ派かみたいな、敷くのはキャベツかそれともレタスかみたいな戦争じゃん。そうそうそう、めっちゃ平和じゃない。キノコタケノコの最終戦争みたいになってる。平和でさ、まあまあまあ、私はレタス派ですね。なるほど。俺もレタス派だな。うん、レタス美味しいから好き、うん、ね。ラストの問題、はい、はい。実はここに答えが載ってました、はい、第一次世界大戦後にファシスト党の党首としてイタリアの政権を握った人は、知らん。いやもうこれまで、ね、ここまで来てんだよ、ここまで。そう、消費家さんちょっとね、あの惜しいようで惜しくないんだけど個人的にこれね答え好き。おということでじゃあ消費家さんの答えからちょっと見ていきましょう。はい、はい、チョリーに、こんな感じの名前なんだよ。チョリソー食いたかったんかお前はみたいな感じなんですけど、ちょっとおもろいからチョリーなんちゃらーにみたいな名前だった気がするんだよ。ちょっと面白かったです。ペパローニとかでも、ペパローニ、ペパローニ個人的にね、これはちょっと好き。チョリー、え、加点は10点あげます。よっしゃー。じゃあ次、次もだいぶね、誰やお前みたいな感じはあります。誰や、ダニエル、ダニエル誰キティちゃんの彼氏やん。いや知らねえ。いやダニエルそうなの。そうだよ。いやなんかイタリア人っぽい名前かなと思って、うん、ダニエル、彼氏いるか、イタリア感ないけどな、うん、キティちゃん彼氏いるんだ。いるいるいる、ね、びっくりした。頭に毛が生えた彼氏がいるよ。毛が生えてる、うん、生えてるんだ。でミネさんの答えがまあある意味大問題だけど、うん、ちょっと、うん、大爆笑しましたね。こちら。ミネさんは あの何ユーロモアのことイタリアと思ってるのかな。え、なんかもうあの SF 界のイタリアと言ったらユーロモアみたいなところあるじゃない。ないな。ないかな。あのね、あのちょっとあの裕福な感じでさ、なんかね、あのみんなピザとか食べてそうな体型してるから、
あんまりそこまで裕福じゃん。イサミは多分そこまで裕福じゃないクマよ今、うん、あれやっぱ消される、消されるクマ、まあまあ、まあここはちょっと非化線としてちょっと私の中でポイントは高かったかな、うん、いや、あーなるほど、どういうことは、うーん、する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 、うーん、非化線ポイント5点あげよう、やんすよ、なんか別ポイントが入ってきたえ、それは点数、点数、え、そしたらチョリーにもおもろかったでしょ、くれてもいいんじゃないですか先生、チョリーに面白かったポイント10点入ってるよ、そう、10点入ってるよ、よし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 、あれなんか、ダニエル、ダニエル、ダニエル勝ちみたいなところあるなちなみに、正解はですね、こちらムッソリーニです、名前はムッソリーニか、惜しい惜しい惜しい、そう、だから消費者さん若干惜しかったのと、うん、チョリスを食いたかったんかなみたいな感じでちょっと個人的におもろかったんでリーに出てたんだよ、名前と歴史が繋がんないなうーん、いやでもおもろかったこの問題、じゃあ世界史の点数発表しましたか、はい、はいはい、もう見えてるよ、見えてるよ、もう見えてるよ、分かってるんだよ、あれ私これチョリーニがなかったら、いや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 今回はね、その面白ポイントの加点がねちょっとあるんで、カッコ内に、あのカッコ内に入ってんのが実際の点、あの加点も加えた点数だけど、カッコ外のやつが、まあ、実力で勝ち取ったものということで、なるほど、わかりました、じゃあこんな感じです、これで、まあですね、まあこれがリアルのテストだったらもう全員赤点ですよこれはそれはそう、まあ、それはでもそう、食器さんチョリーになかったら20点だからね、みんなあのバンビの頂上で、まあ、点数稼いではいる感じですね、なるほど、あの加点がなかったらカヤハさんがトップでしたけど、あ、ちょっと強いな、カヤハさんの分からなくても書くことって大事だから、そうそうそう、高い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 、峰さんの場合甲賀文明当たってたのがでかかったかな、でかかった一番、うん、甲賀強かったな、いやまだここだけ知ってるそう、ちゃんと起きてたクマね、そう、そこだけ裏切りのクマだクマね、はい、裏切りクマね、裏切りのクマ、はい、世界史はこんな感じで、まあ、全員追試ですね、これはいやだ、裏切りのクマどういたのだってこれだって世界史なんて覚えてないよ、もう覚えてないかもだからボーナスポイントで万里の頂上の画像を用意したんだよちゃんと答えたもん、そこは、うん、答えたもん、うん、えらいえらい一発目でウォールマリアって言っちゃったかも、はい、あ、じゃあちょっとね、うん、進撃の巨人が始まりそうということで、はい、はい、じゃあ次回テストまでにみんなちゃんと復習ってか全員追試じゃお前ら、はい、お疲れ様です、お疲れ、はい、放課後残るように、はい、帰ろうぜ、はい、帰ろうぜ、帰るか、じゃあはい、じゃあ世界史編終わりということで。